お前らが厨房の時学校で起こった最大の事件をかけ、2006年4月、新学期が始まろうとする季節にはくてかするスレが立ちました。ドキュンガキ燃やして警察と消防車来た。ワゴン倒して給食垂れ流し。ぐっしゃ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 。俺のせいで一人不登校になった。そして俺も不登校になった。酒井が増田の母さんとやってた。カロリーメイトの自販機の取り出し口に手を突っ込んで、カロリーメイトを盗んでいく奴が多発した。犬が校舎に乱入。いきなりヤバいエピソード全開ですが、実はこれはまだ序の口でした。遠足の日だと思ってナップサックにしおりや弁当を入れて登校。遠足は来週でした。本当にありがとうございました。ドキュンが廊下走る、すってんころりん、理科室のドアにクラッシュ。ドア、倒れてくる。気がつくとドア上部のガラスが張ってある部分から、そいつの血だらけの頭だけが出てる。下手に動くと首を切るので慎重に少しずつ周りのガラスを割りながら救出。先生が修学旅行積み立て金300万取られた。グラウンドで科学部から強奪したマグネシウム塊を発火させた奴がいた。どうなった？俺はその場にはいなかったんだが、翌日グラウンドに大穴が開いてた。チキンラン、カッコ直線の廊下を全力で走る、やってたら、バカが水まいた。走ってた奴の一人が止まりきれずに、廊下の端にあるガラス戸に頭からダイブ。救急車が来る事態に。お前ら、ヤンキー漫画みたいだな。女子の部屋に遊びに行ったらみんな裸だった。黙って部屋に帰った。びっくりするほどユートピアはな。こんなトラブルみたいな体験もあるんですね。またトラブったスレミンは他にもおり。エロ本持ってきたのがバレて先生に殴られていた奴がいた。当時ズボン下ろすの流行ってて、階段でやった奴がやられた奴に裏剣かまされて階段から落ちて骨折。翌日臨時の集会が起こり、ズボン下ろし禁止令が発令された。万下りして保健室送りにしてしまった。想定の範囲外だった。トイレのドアが壊されて、代わりにのれんが欠けてあった。使えねえよわら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 。ないよりはマシというところで手を打つしかないですね。クラスでケーキを作ったら、次の日クラスの半分休んだ。朝来たら教室の壁紙が全部剥がされてた。体育倉庫の中でマット引いて女と二人でイチャイチャしてたら、扉が開い。ここで書き込みは途絶えています。続きが、気になります。何者かが卓球台一面にうんこを塗りたくりやがった。起きたらテストが終わってた。高校落ちた。ネットの掲示板で上級生が下級生に喧嘩打って下級生全員出動。俺の学校でもあったわらわらわら。クラスのいじめられっ子のノートにドキュンがエロ本切って貼り付けて社会科の先生に提出。いじめられっ子がクソ怒られてた。あと先月中2が校長殴って警察行きになったらしい。いじめられっ子がトイレのドアを蹴り、その反動で扉が頭に。うちの学校は穏やかです。校長先生のお話がやっと終わる。アンコール、アンコール。リクエストにお答えして、やっと終了。アンコール、アンコール。校長先生のノリが良すぎる定期。何時何分に拍手するとか事前に決めといて拍手。3年生を送る会とかで演劇部がやってる最中に拍手とかもあった。何その団結力わらわら。ブスの女子がトイレに引きこもりやがった。クラス全員出動でなんとか解決。その後この事件はトイレ革命として後世に語り継がれた。何か事件が起きたら、〇〇事件とか、〇〇の悲劇とか名前付けがちですよね。おとなしそうな女の美術教師があるし切れて、お調子者の男子の胸ぐら掴んで。てめえ何様のつもりだ。と言って、そのまま職員室に連れて行った。多分彼女は元ヤン。教室にあるストーブで味付け乗り合えて食べてた。最大の事件じゃねえだろわらわら、バーローわらわらわら。好きだったこの歯ブラシを盗んで愛用してた。スカートめくり館長を女子にやろうということになった。選ばれし無双のドキュン二人組。そして犯行の瞬間、事件は起きた。めくり上がるスカート、視界に飛び込むハイとピンクの横縞パンツ。狙いを定めた男子は手を組み、人差し指を女子の尻に突き立てた。無理。時間が10秒ほど停止した。詳しく。机の上に突っ伏してグダーッとしてたら、目の前の女子の背後に忍び寄る男子二人組が目に入ったのさ。その二人は札付きのドキュンだったから、どうせ今日も胸でも揉むんかと思ったらそれをやらかしたわけで。女。男、やべえ刺さった刺さった。女、何すんのよ。男、マジ悪い、どうしよう。女、抜けよ。うはわらわらわらおっきしたわらわらわら。中学校の頃部活の合間に教室に行って好きな子の笛を吹きに行ってた。日曜日のはずなのにいるはずがない好きな子の友達が教室に戻ってきて見られた。あれはヤバかった。詳しく、誰の笛を吹いているのかを知られたらヤバかった。休日に他の教室に行ってわざわざ自分の笛吹くやつなんていないから怪しいと満点。俺が中学行った学年から、ブルマじゃなくなった。ブワ。お前が入学したからだろわらわら。先生が転職してニューハーフになった。本当に何があったんでしょう。体育で制服からジャージで着替えるときに、前の席の愛ちゃん、かっこ平山あやふうが、使
カート脱ぐ時にホックがパンツに引っかかってたらしく、スカートとジャージとパンツが一遍に脱げた。その時ちょうど俺の話してたから真正面に若くさ。俺の席はベランダ側の最後尾だったので目撃者は俺だけ。その日は悶々して寝れなかった。いいなぁ。今までモテてもいなかったのに、高校落ちたら女子からすげえ頑張れって言われた。ついでにバレンタインにチョコも大量にもらった。そんな夢を見たんだよな。セクハラ教師がいたから、放送室でそれを糾弾するテープ流す。教師陣も見消そうとするもできず、当人人生終わった。校庭にミステリーサークルが出現。校舎から見ると、そこには見事なお、うこマークが。この時点でお腹いっぱいですが、とんでもない爆笑事件は他にもありました。小学校では男女一緒に着替えていたのに中学から別々に着替えるようになった。ああ、それは仕方ない。小4まで男女一緒に着替えてておかえ見えた。中学でも一緒に着替えるわらわら。パンツ丸見えでも飽きたわらわら。学年で一番可愛い、プラス学年委員長がパンツ普通に見せてるんだもん。プール以外の着替えは同じ教室。通過なんでお前らそんないい経験してるんだ。体育の時はスカートの下に短パン履いてたし、プールの時は身長と同じくらいの体に巻きタオル使って隠してたから全然見えなかったぞ。俺のところなんか小5で男女別々だったし。そういや小学生の頃着替え中に友人が、まだタオルの中全裸なのに、唐突にタオルの両端を掴んでバッと開いて、コウモリ、コウモリ。ふざけて好きな子に突撃したんだ。数ヶ月してその子は転校しました。いい思い出を作ってやろうとその友人も必死だったのが伝わってきた。うちの中学の女子生徒は、高校受験の面接の際、耳タブを触られる、ピアス経験を調べるため。女子だけというのが闇を感じます。ある先生は髪の毛をすべて手で抜かれドキュンに対し、裁判を起こした。やりすぎだろ。髪の話はやめましょう。小学生の時だが、給食中笑ってただけで先生に殴られた。そんで反省文を原稿用紙2枚。非常ベルが1日に2回鳴った。あるあるわらわら。二人目の理由が、非常ベルを止めるため。だもんなわら。中学の頃、ドキュン5人に絡まれたがペガサス流星剣を放ってことなきを得た奴がいたな。話によると、白熱した喧嘩が一気にしらけて帰っていったそうだ。そいつはうまく喧嘩を回避できたな。水泳の授業が男女混合だったから男子はあの子は胸が大きいだのくびれがすごすぎるとか騒いでた。けどドキンガンの俺は隅っこでしょぼーんってしてた。あれほど目が良い奴が羨ましいかったことはない。明らかにスラの教師がいて、ドキュンが黒板に答え書きに行くときに、先生大変です、つむじがありません。傍らで見てた教育実習生が笑いこらえきれなくて咳しながら教室出てった。夏の運動会の終わり、感想みたいなのを校長が喋ってた。みんな疲れてるし暑かったのに長時間校長が話すので倒れる人が続出。俺もやばかったけど先に校長が倒れたので助かった。わろすわらわら。時間を大切にしよう。20人以上生徒がぶっ倒れてるのに、延々と話を続ける。体育館の壁際には真っ青な顔した生徒が横たわっていた。ゲロする奴もいてもう地獄絵図。パソコン室のマウスボールが全部抜き取られる事件が発生。あったあったわらわら。ちょ、わらわらわら。彼女にネックレスでも作りたかったのかわらわら。マウスボールは謎の重量感に引き付けられるため、ちびっこから大人気です。ちなみにウプ主も抜き取ったことあります。うんこ我慢できず授業中にもかかわらず教室を抜け出し、うんこが漏れてうんこ垂らしながら無断でパンツ取りに帰宅しそのまま学校行かなかった。次の日笑い物されてた。女新任教師が初セクロスについて語ったこと。テスト中携帯が鳴ってクラス全員いきなり風邪ひいたこと。監督の先生には気づかれなかった。あるあるわらわらわら。給食運搬中、全員分のサラダこぼした。急いで戻したら案外大丈夫だった。3秒ルール。衛生観念が薄い昔ならではのオチですね。授業中に死亡してて担任に、出て行け。行くところがないから、近くの公園や田んぼ道をぶらぶらしてた。腹が減って給食の時間だから帰ってみたら、校内騒然。警察やらパトカーやら、うじゃうじゃいた。気にせず校門突入したら、パニック状態の担任とクラスメイトに囲まれて抱きしめられて謝られた。学校中の窓という窓から生徒と教師が見物してて、てら恥ずかしかった。今でも、地元帰るたびにこの話になるわらわら。次はみんな大好きうんこの話です。隣のクラスの女子体操着の胸の部分と、ブルマの股間の部分だけがハサミで切り取られていた。夜間の侵入者の仕業だろうと先生は言っていたが、あれは薄気味悪かった。技術室の隣のトイレでうんこを漏らした奴がいてトイレ中うんこまみれになっていて、廊下にまで足跡とともにうんこがついていたのが最大の事件。ビートたけしに頼まれて島で殺し合いをしたこと。好きな子のリコーダーと俺のリコーダーの入れ物の名札を入れ替えた。当然のごとく、間違えて持ってきちゃっつうことになり交換。怪しまれずに好きな子のリコーダーを吹ける。中学の頃は変態で頭が良かったな。理科の実験で睡眠を少量使った。
教師が今回は少量なので流しても構いません。もしかしたら近所の用水路から足10本のカエルが見つかるかもしれない。A 君と話してたら A 君は勃起していた。俺がお前なんで勃起してるんだよ。あ、ごめんちょっと待って。数分経って A 君は何食わぬ顔して出てきた。衝撃的だった。学年トップクラスの美少女とサッカー部のエースが教室で乳繰り合ってたって噂が蔓延して、とうとう教師が二人を呼び出し、お前ら指入れたのか。現代なら退職に追い込まれそうな事件です。ドラム缶の中に入って坂道を転がるという遊びをしていたら、よりにもよって向こうからやってきた、俺の担任が運転する軽と追突した。俺は軽い脳震盪があったものの概ね元気であったが、先生は2週間後に別の学校に行ってしまった。俺の中学校は最高に平和だったから雨の包み紙が落ちてたことぐらいだな。紙飛行機が天然パーマの先生の髪に刺さった。そしてそのまま30分ほど気づかず授業進行。みんな笑いもだえてたわらわら。京都に修学旅行に行って金閣寺のついちゃいけない鐘ついて坊さんがわらわら来た。翌年から修学旅行の場所が変わった。突然修学旅行の場所が変わったというのは、本当に大事件ですね。理科のテストで、ポカリスウェットに含まれるマイナスを帯びた成分を答えよ、括弧複数、なる問題が出た。クラス中からブーイング、あるやつがベランダから1階まで伝って飛び降り、中庭までダッシュ。自販機のゴミ箱からポカリの空き缶拾って、またベランダよじ登って帰還。おかげでみんな答えかけた、バレたけどわらわらわら。きっと空き缶を持ってきた生徒はみんなのヒーローになりたかったのでしょう。こういうエピソードって忘れられないですよね。次はちょっとエグいエピソードです。自殺未遂が3回あったいじめがあった。担任もグルになってて、授業中にそいつの机が教室の外にあったり、給食はいつも捨てられてたり、そいつの荷物がなくなるのは日常茶飯事。そいつは包帯巻いてない日はないくらいいつも殴られてたりしてた。一回正義感ある女子がそのドキュングループに注意したけど、その女が凛されてしまって、格好はさだけど誰も注意できなかった。また、そいつには妹いたんだが妹もで、プされたらしい。妹も同じ学校だったんだが、サッカー部、格好ドキュングループの部室に呼び出されて、散々凛された後にマソコを灰皿代わりにしたりってやりたい放題してた。って夢見た。ちょわらわらわら夢かよわらわらわら。学校でうんこしたことがバレた。関係ないけど休み時間にトイレでうんこしてたら、上から覗いてくるやつとかいなかったか？俺は何度かそれやられそうになって困ったから、中学の半ばあたりからは授業中に行くようになった。ホースで水かけてた。うんこしてるやつにだよな、だとしたらそいつ超かわいそすわらわら。うんこだって授業中に堂々とうんこ言ってくるって言えば怖くない。校舎が火事になり全校生徒一斉にもみくちゃでグラウンドに避難。消防車も来て消火活動してる間に学校側はクラス単位で転校してたんだが、俺と同じクラスの俺の好きな子だけがいない。消防士はかなり焦っててこの日じゃ救助は大変困難です。俺がダッシュで校内突入。火をかいくぐって教室行くとその子が泣きながらうずくまってた。どうやらなんか大切なもの持って逃げるの忘れて引き返したらしい。その子を連れて火をかいくぐりながら火傷しながらも救助成功。って妄想を暇な授業中によくしてた。あとテロとか。事件というよりはあるあるです。体育の時間教室に上履き忘れて取りに行ったら隣の教室に間違えて、女子着替え中、うおーわー、ごめん、バン、ドアを閉める音、後から女子に気にしないでいいよと言われた。慌てたせいかその時の場面が思い出せない、中3女子がタダで見れたのに。いろんな事件あったけど全部犯人は安だった。修学旅行の時同室の友人が俺の真の力を見せてやる、見事に反応して呼び出し食らってた。ワロスわら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 。水泳の授業があった時、女子の下着が盗まれた、かっこかわいこのみ。むしろ授業後の水着を盗むべきだったんじゃないかと。技術の授業中にクラスで一番かわいこの水着が盗まれたっけな。水泳の授業が終わって下着が盗まれていることに気がつき、動揺している女子たちの元になんだ。下着を盗まれたのか、と言いながら、颯爽と現れた技術科教師。なぜ先生は下着が盗まれたことを知っているんでしょうか。エロい話ばかり期待してる俺がいる。学校の改善してほしいところというアンケート。ドキュンが担任と書く。アンケート見た担任が切れる。黒板をバンバン叩きながら書いたやつに説教。先生帰る。なぜか全く関係のない女子が、泣き始める。深刻な話になると女子が泣くのはよくあること。妹が爆発した。以上、本当にあった最大の事件でした。中身は本当にあったの？と思ってしまうような事件もありましたが、視聴者様の中学校ではどんな事件がありましたか？よかったらコメント欄で教えてください。